こんにちは、パリボシさんの。今日はこれね、初めて見かけた作品というか新作というか、フランスパンにレタスとこの卵と、あとね、鶏肉かな、これを挟んだような感じになってますね。まあハンバーガーというかサンドイッチみたいな、そんな食べ物でございます。なんかいい感じでしょこれ、丸の内のランチ OL が食べてそうなそんなことはないかまあでもこれちょっとね、非常に美味しそうで、あ、チーズとかがカマンベールが表面に溶けてるような感じがします。違ってたらすみません。まあ一口いただきますね。うん、フランスパンで挟んでるんですけども、非常に柔らかい。だってフランスパンって硬いイメージあるでしょ。全然硬くないですから。うん、シャキシャキのレタスもいいですね。卵も合う。もう一口。うん、うん、ちょっとペッパーが入ってるのかな。うん、これいいっすね。うん、とってもいいの作られたと思います。パリボシさん、12月2日今日も満員でした。で、ちょっとクリスマスっぽいなんかパンも出てたんで、ちょうどいい感じですね、今の季節に。うん、ぜひお越しください。あ、山陽高校の皆さんもぜひ、先輩がお店をやってますよ。それじゃあ。